おそら勇者。だいぶ前に友付けば来たんだけど、やっと紹介できるわ。遅れてごめんだわ。で、今回はこんなのもゲットしてきたわ。さて、まずはこいつから紹介し、まあ、プリズムストーンだから見ての通りなんだけど、どうしようかな。これ、新品未開封が300円でゲットできたんだわ。グッド。どっから出してきたんだろう。プリティリズムと初期のプリパラの筐体で、イトチャス、おっと。クロスさんのステージコーデが使えるんだよ。あとは、プリプリ院長の前身、あ、中の人がね。せんべいちゃんのコーデも使えるんだよ。誰よこの子！知らん子が、知らん子が紛れ込んでるよ。どういうことだ。ハピナル店長はどこに？ からの。輪廻茶ぞ。輪廻茶ぞわ。プリティリズムレインボーライブ最終回、あ、違うな、一個前か。最終回一個前で、本当はここにいるべきはずのハピナル店長と一緒に、とんでもないサイヤ人な寝癖を披露した、記憶喪失の子だった輪廻茶ぞわ、ある意味なくなってしまったんだ。プリティリズム、ズラだ。というか、ハピナル店長、なんでプリパラの方が再現率高いんだ。どういうことだ。ああ、そうそう。記憶が曖昧な人のために説明すると、この子は、前作と前々作に出てて、17いかないかぐらいの時に人気アイドルグループと結婚して、同棲してますって発表した後に大炎上を食らってた、あの子じゃないんだ。ちょっと似てるだけだ。ジョージが、お母ちゃんに、同棲って何？って聞いてきたら、お母ちゃん同棲っちゅんじゃい！同棲。同棲っちゅんじゃい！というか、この子だけ、やたら CG なんか可愛らしい感じだわね。で、次は、コズミックおばさんと関係があるっちゃあるし、ないっちゃないリンネちゃぞ。コズミックおばさんは、というか、プリパラじゃさすがに、自分の存在をかけた殺し合いのライブとか、やらないよね。まあ、いいんだけど。プリズムストーンの何がすごいって、レア度関係なしに全てがピカピカ感、略してピカピカ感で溢れてることだ。プリパラのジュエル、初めてゲットしたメガに、え？ってなった。まあ、ジュエルの方も、レア度高いやつはピカピカして綺麗なんだけどね。まあ、つまり、両方ともスコ。ああ、そうそう。ジュエルガチャコレクション2、来てたわ。人間ベイブレード、チリチリチリちゃんと、サチコ EX に吸収されてもう人間の姿には戻れないかもしれない。ニューミュー。熟女系アイドルのラーラのママンと、フクアド使いのラーラの妹泣き声超の方だお。スーパーレアなのに、光ってないおシールすら。まあガシャポンだからしょうがないよね。そしてもう一つは、ある意味一番神アイドルしてる、ヤギさんだお。プリパラは、みんな友達、みんなアイドルだから、ヤギさんだってアイドルなんだお。さて、量が多いからサクッといくよ。オソローな二人とメガドレインで作ったドレスだお。よいしょ。メガドレインで作った邪悪なドレス。そして、プリティリズムのジュネ様のドレス。セクシー！っていうかこれ、ノーマルなのにやたらかっこいいから、なんだっけ、サイリウムレアかなんかあったのに選んじゃったお。そして、さりげなく靴持ってたから、装備してみたお。プリティリズムの服。プリティリズムの服。時間切れでとりあえずつけたのがこれ。合わないよ。ツラタン。で、これは読み込ますためだけにもうめちゃくちゃつけてみたわ。からの、間違えてふわりちゃそう2回ともつけて使っちゃったわ。で、確かこの時に女神ジュリーが来たんだわ。ま、いいのはくれたけど、スーパーサイリウムレアはくれなかった。そもそも回ってなかったような気がするわ。で、プリティリズムのやつ。てかこれメイキングドラマ中のプリチケが珍しいから、多分初の絵柄だわ。で、もう一回エリサ・チャソに登場してもらって、ラーラが一回着てたやつかな。まあ、下は関係ないんだけど。からの、なかなかグッドな脚部パーツが来たから、ハピナル店長の服を着てみたわ。
上と下は全く関係ないんだけど、なんかピンクで統一的な感じでね。よいしょ。一番最初のドレスかな？多分。で、リンネチャソが着てた虹色ドレス。で、リンネチャソが着てた普段着。そして、とんでもないのが出ちまった。おっぱい見えてるよ！って言って興奮してたら、ミステリーレア、初の単品ミステリーレアが来たわ。これ色白黒だとクズちゃんなのか男の子なのかよくわからないよね。でしょ。で、プリチキメーカーのやつ。設定的には、ロボッコ。ロボットの女の子。略してロボッコって感じだわ。短パン、グッドだわね。で、短パン履いてたら短パンゲットだわ。短パンパンパパンパパンパンだわね。何の話？そして、プリティリズムの服で、なんだっけ？そうか。しまった。寝てしまった。おっとっと。そうそうそう。なんだっけ？まあいいや。なんかがあった時のあれを表現したんだ。さあ、バキルを。さあ、高速でバキテイクを。バキル。何なんだ。ハッピーなるなんじゃ。ウェディング、お父さんは許しませんよ。リーネちゃそう。ドリフ。おっぱっぱっぱ。ロボッコ。ロボッコだから、マシーンだから、ダダッと。というわけで、チャオ。